はい、皆様こんばんは。このチャンネルでは海外サッカー情報をお届けする中で、主に今後大化けするであろう、もしくはビッグクラブにステップアップするであろう期待の若手選手を紹介するチャンネルです。期待の成長株を紹介するとは言ってもですね、すでに名の知れた選手を取り上げるわけではなく、例を挙げるとインテルのラウタロ・マルティネス選手ですとか、パリ・サンジェルマンのキリアン・エムバペ、ムバッペ選手などの紹介を避けて、あまり多くの方から認知されていない選手を取り上げようと思っています。普段から海外サッカーを見るティフォージの方、J リーグしか見てないけど海外サッカーにも興味を持ち始めた方、全くもってサッカーとは無縁の方、たまたまこの動画を開いちゃった方など、全ての方にこの動画を最後までご視聴していただければと心より思っております。本日1月14日ですが、全国の海外サッカーサポーターには驚きのニュースが2つ入ってきましたね。まず1つ目が、バイエルンの DFB ポカール2回戦敗退のニュースです。ドイツ2部で現在3位に位置するホルスタイン・キールとの試合で、PK 戦の末、敗退ということです。2回戦でバイエルンが敗れたのはなんと20年ぶりらしいです。朝起きて試合結果見てみたら、まさかの結果でしたね。2年連続の3冠の夢はついえてしまいましたけど、それにしてもキール、ジャイアントキリングなんじゃないでしょうか。2つ目のニュースがですね、チャンピオンズリーグの放送が帰ってくることです。ダゾーンがチャンピオンズリーグの放送権を手放してから、どこのテレビ局も引き継がないままで、グループステージの試合が終わってしまいましたけど、ついにワウワウが手を挙げてくれました。いや、ついに来たかと待ってました。本当に決勝トーナメントから全試合独占生中継ということで、よくやってくれましたよ。もちろんヨーロッパリーグの方も同様に放送するということで、めちゃくちゃ嬉しいです。これでダゾーンとスカパーとセリエも好きなので、フジテレビの CS 放送を契約している中にワウワウということで、海外サッカーっていうのはお金のかかる趣味ですね。本当どうにかならないもんでしょうか。そろそろ本編に入っていこうと思いますが、今回が4本目の動画投稿です。最近当チャンネルのツイッターアカウントを開設しまして、まずは普段から海外サッカーをメインにご覧になる方々にこのチャンネルの存在を認知してもらえるよう取り組んでいます。誠に勝手ながら、こちらからフォローをさせていただく場合もありますが、何卒よろしくお願いします。そんな中でですね、当チャンネルのフォロワーになってくださった方々、大変ありがとうございます。フォローしてくださるからには興味を持っていただけるような動画を今後も作成していこうと思っていますので、期待に応えられるよう頑張ってまいります。今回紹介する選手はこちらの選手になります。視聴者の方、分かりますでしょうか。少し前にですね、自分はこの選手のことを知りました。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、
本人よりもですね、同じく元サッカー選手である父親の印象の方が強いのではないでしょうか。イングランド出身、マンチェスターシティのユース選手です。いかがでしょうか。今回紹介する選手はリアム・デラップ選手です。この選手の存在を知った時というか、名前を聞いて個人的に衝撃を受けましたね。まさかあのロリー・デラップの息子かと思ったら、やっぱりそうだったみたいです。主に1990年代後半から2000年代前半を全盛期として活躍した、まあ、ある意味イングランドプレミアリーグの歴史に名を残した選手を父親に持つ選手です。リアム・デラップ選手のプロフィールがこちらです。イングランド出身の2003年2月生まれ、身長186センチ、イングランドプレミアリーグマンチェスターシティの育成期間にあたるマンチェスターシティ EDS 所属のセンターフォワードです。2009年からイングランド2部であるフットボールリーグチャンピオンシップに所属するダービーカウンティのユースでサッカーを始め、2019年マンチェスターシティからスカウトされ、当クラブのユースに加入しました。2020年9月にカラバオカップのボーンマス戦にて途中出場ながらもトップチームデビューを果たしました。市場価値は約1億3000万円となっています。186センチの高身長と強いフィジカルを兼ね備えており、17歳とは思えない特徴が挙げられます。センターフォワードということで最前線のターゲットマンとしての役割を担当していますが、相手を背負ったり受けたボールを味方選手に落としたりと、そういったポストプレーだけが強みではなく、裏抜けのタイミングやスピード能力も長けていることから、各プレーで改善の余地がありながらも万能型ストライカーとして対戦する期待感が高い選手です。父親のロリー・デラップ選手についてですが、デラップ法と呼ばれるロングスローが彼の代名詞となっていました。飛距離約40メートルと圧倒的な遠投力を誇り、得点へとつながる重要なセットプレーとなっていました。ロリー・デラップがプレーしていたクラブでは、最前線に身長とフィジカルが強い選手を配置し、彼のロングスローに合わせるというデラップ戦法が多く見られました。肉弾戦勝負でいかにも当時のプレミアリーグらしい単純な戦法ながらも、非常にロマンがあって見ててワクワクするやり方だなと個人的に思いました。率直に情報量がそれほどないというか、どうしても父親の存在やエピソードがちょっと強すぎて、肝心の息子の話題が霞んでしまって、半ばロリー・デラップ選手の方の紹介動画になってしまい申し訳ありませんが、やはり父親に触れないわけにはいかないかなと思いました。今回紹介したリアム・デラップ選手の他にですね、例えばジダン選手ですとかマルディーニ選手、クライファート選手といった、まあ、偉大な父親を持つ2世選手がちらほらいますけど、
まあ、もちろんいずれの選手も必ずしも大切するわけではありません。現在リアム・デラップ選手はマンチェスターシティの育成機関に所属していますが、まあ、ペップが認めた将来を有望されている選手なので、今後父親以上に名を上げる選手へと成長してほしいと思っています。それでは今回の動画は以上になります。少しでも当チャンネルに興味を持っていただいた方、チャンネル登録、ツイッターのフォローをぜひともよろしくお願いします。ご視聴のほどありがとうございました。